ちも打尽ショーショーショー。あんこは粒あんだよね。粒あんに限る。この上の段なんか見たことないもん。私活着してないモスが待ってしまった。ではコンテスト水槽恒例のペーハータイムといきましょう。こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日は2022年水草、世界水草レイアウトコンテストの道。ということで、以前の動画で例のごとくお魚何がいいですかアンケートを取らせていただきました。結構ね、いろんな方ご意見いただきました。ありがとうございました。で早速その次の日になります。そのコメントを参考に近くのペットショップへ行ってきました。おすすめしていただいた中で何種類か多い種類のお魚さんいたので、まあ、その中で売ってるのがあればそれにしようと思って行って購入してきたのがこちら。ちなみに、ね、ボラナスブリ自体は売ってなかった。で次に多かったレッドテトラ売ってたんですけど10匹いるかいないかだった。でその次に多かったコメントで多かったのがレッドファントムテトラで、レッドファントムテトラはそこそこ匹数がいたのでもうそれに決めました。今現在水温合わせ中です。こちらこれですね。名前ね、私ねお魚屋さんでシャメ取ってくるの忘れちゃったんですけど多分これで合ってると思う。なんか黒い点みたいなのもあるし背びれに白い点みたいなのもあったし、なんか写真で全然違うもんね。レッドテトラとで売ってるのも同じに見えるんだよね。一緒なんじゃない、名前がちょっと呼び方が違いだけなのかな。お魚屋さんでね、名札を写真撮るの忘れちゃったからね、レッドファントムテトラかレッドテトラかちょっと分かんなくなっちゃったんだよな。まあいいでしょう。はい、では早速、ではこちら。これね、もう水温合わせもう30分ぐらいしたんですけど、すでにね、結構全体的に赤いな。で、ショップのお兄さんに、こっちとこっちだったらどっちが赤くなりますかって聞いたりとか、まあ、この子もそんな真っ赤ではないですよ、ちょっとオレンジっぽいですよ、みたいなお話ししていただいたんですけど、まあ、十分すぎるぐらい、いい感じの赤ですね。まあ、やっぱりね、この ADA のソーラー RGB と、まあ、お店の蛍光灯では、見え方が大きく違いますね。ちなみにこのあれなのかな、オスメスって違うのかな。ほっぺのところに黒いブチがある子とない子がいたり、背びれのところの先っちょが白くなったりなってなかったり、めちゃくちゃ可愛いじゃん。これぴったり。サイズ感的にもまあ小さすぎず大きすぎず、ちょっとなここら辺の大きい子は気になるかなとは思うんだけど、まあ、それももしかしたら遠近感が出ていい効果を生むかもしれないので、とりあえず今回どのぐらい必要か分かんなかったんで30匹購入してみました。入れてみてちょっと多いようだったら他の水槽にお引越しすることもできますしね。で初めて飼うお魚さんなのでどんなお魚さんなのか今調べてみます。レッドファントムテトラは透明感あるオレンジが美しいカラシンの仲間です。体長は約4センチほどの小型熱帯魚です。ということで、性格は小競り合いはありますが温和で混泳水槽に適した熱帯魚ってことで、今回はねこれ1種類でいこうと思ってるので特にそこら辺は問題視してなかったです。結構群れて泳いでくれるっぽいな。これはいい。レッドファントムルブラとレッドファントムテトラと区別して販売していることはありますが同じ学名で販売されています。名前もなんかいろいろあるんだね。なるほど、ブリード個体とあとはワイルドで違うんだ。レッドファントムルブラはワイルドの場合が多いって書いてある。だからちょっと高くてより色の上がりがいい。でコロンビア原産かな。弱酸性から中性を好むと。コロンビア、ベネズエラ、オリノコ川の上中流域原産。飼いやすいお魚さんみたいですね。若い個体だと背びれに黒と黄色の模様が見られます。確かに大きい子は見れない。あ、確かに大きい子は柄入ってないかも。でコメントでその色上げっていうのかな、色をしっかりと出すのにおすすめですよって教えてもらったのがこの色上げ用の
餌、メダカの餌って書いてあるんですけど、一応こんなのも買ってみました。オレンジや朱色のメダカをより美しく育てますって書いてあるから、もしかしたら効果があるかもと思って、どうなんだろう、ちょっとあげてみたいと思います。昨日そので昨日あげた動画の中に、そのキューバパールグラスの発火の話したら、コメントで、相田さんありがとうございます、いつもお世話になってます、ニトロがいいよっていうことでこれも買ってきました。これで合ってますか。グリーンブライティニトロ、水草を育成している水槽に窒素分を補給するための液体栄養素、モルイ増殖の原因となるリン酸を含みませんということで、今日からはこれもさらに追加薬漬けしていきます。あとはついでに、ラプラタサンド、もうちっちゃいのにしました。あのね、大きいサイズ、まあ、通常のサイズのラプラタサンド、あれはね、水槽を始めた頃に買ったもので、もう水槽を始めて何年になるんだ、5年目、やっとなくなったんですよ。もうやっと、もう気にせず使って、結構いろんな水槽にも使ったけど、なんでもうちょっと意外とね、なくならないんで、もうあんなの1袋買ったら半世紀なくならないですから、ちょっとちっちゃいのにしました。なくなったらその都度買い足す感じにしようと思って、まあ、コンテスト水槽もね、綺麗な状態で写真撮りたいんで、ラプラタサンドで新しいのを購入してきました。はい、では水合わせ合いに移りましょう。ショー。結構赤いですね。うん、オレンジっていうより赤い気がする。綺麗な子がに出会うことができましたね。よし、はあ、重たかった。まあ綺麗。では水質合わせしていくんですけど、キュッキュッと結んで水量を調整していきたいと思います。ちょっと結びすぎたかな。よいしょ。ではこれでマチョで。うん、すごい綺麗な色だな。ライトなくても随分綺麗だけど。いや、今日のスイーツはシャトレーゼの新作、期間限定なのかな、荒炊き大福よもぎ味です。おはぎまでいかないけど、ちょっとおはぎみたいに米粒残ってるよね。おいしい。あんこは粒あんだよね。粒あんに限る。よし、これ食べたらやろう。うん、ごちそうさまでした。はい、十分水質合わせ終わったので、ぎこし一網打尽。あ、さっきまで赤かったのに、わ、めちゃめちゃなんかモスが舞ったけど、そういう感じ？水位下げてたので、お水を増やして水位を上げます。これね、流木取れちゃったんだよね、ここについてたやつ。なんか面倒くさくて付け直してないんだけど、やらなきゃな。あとは後ろのね、このヘアグラスがね、めっちゃ長くなって綺麗なんだけど、ここをね、覆いかぶさってなんか暗くしようのかなと思って、このドタラのところ。だからね、こうヘアピンみたいな感じで髪の毛止めるみたいな感じでいつも止めてます。この前動画でここ結構溶けちゃったって言ったところは、少し復活してきたかな。なんか新しい葉っぱが出てきて、その茶色いところが目立たなくなってきた気がしますね。パンパン。ちょっと濡らしてあげよう。ちょっと、上の方にいるから濡らしてあげよう。
ので導入しましたけど、30匹全員が洞窟の中にひしめき合っております。まあ、もうちょっと時間経てば表に出てきてくれると思うので、その時の動画は差し込んでおきますね。ではコンテスト水槽恒例のペーハータイムといきましょう。今ちょっとだけお水足した状態でも 7.46 ぐらいあるね。朝もね10プッシュしたんですけどね、ソフトウォーター入れます。で、あとはグリーンブライティー系、グリーンブライティーニュートラル系、グリーンブライティーアイアン、おわー、着着してないモスが待ってしまった急に出てきたの、なんで。あとはコメントでおすすめしていただいたニトロ、これでキューバが生えてくれるといいんだけどな。どんぐらい出るかなちょっとわかんないから、まずは様子見で5プッシュぐらいしようか。今度なぜか右上に集まったな、なんだろう、苦しいね。ちょっとエアレーションしとこうかな。念のためエアレーション入れておきます。ちょっとエアレーションが強いからクリップでエアをちょっと調節してるんだけど、あ、今日買ってくればよかったな、ホック、ホックで調節すればよかった。強い、うん、少し赤くなってきましたね。まだでもライトの下に来てないからね。なんかこの赤が今あるロタラの赤とちょっと同じような、そんなに赤すぎない赤でいいかもしれない。バランスがいいね。あ、結構初めて見るから明るいかも。今ソフトウォーターを10プッシュした後のペーハータイム。あ、結構、お、初めて見るぐらい明るいかも。今6点、あ、違うね、7.0 かな。この上の段なんか見たことないもん、私。5.8 から 6.8 の色なんか見たことないよ、私の水槽で。じゃあこのペーハーを下げるための対策としては、まあ、当初、立ち上げ当初から CO2 の添加はかなり多めにしているのと、あとはカチオンフィルター、ADA のカチオンフィルターで軟水化をした水を水害に使っていること。あとは、ADA のソフトウォーター、この3つをペーハー低下をさせるためにやってます。なかなかね、6点いくつなんてね見たことない。でカチオンフィルターは、まあ、うち90センチ水槽もあるし、あとは外のビオトープ、なんなら外のビオトープに水足し水するときに植木とかにも使っちゃうんで、あの塩で再生もうそろそろさすがにやらないとダメかもしれないですね。そういうのも結構あるのかな。次回はちょっとそれをやろうかなと思います。ではこの綺麗なレッドファントムテトラさんを見ながら終わりにしたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録して水草レイアウトコンテストを楽しもうということで、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。来てくれたらちょうど流木のね、ちょっと並びにこういうなら、おお、いいね、流れでいてくれるといいね、写真撮るときに。